疲れ様。お疲れ様。今日はね、まああんまり見えてないけど、マスカラをブラウンにしたんですよね。あんまわかんないけど、だからなんかそのいつもよりかなんかあのナチュラルめなつもりではいたんですけど、そうでもなかったかも。富田さん、お疲れ、ありがとう。え、わかる？え、なんかさ、モーメントあれフラッシュでさ炊いたからちょっと結構繊細にバって感じだったんだけど、そう、なんかストーリーに載せた感じは割と薄そうだったなって思ったけど、そう、ブラウンだった。そう、ほら、ブラウン目ちょっとむずい。じゃあ、じゃあ、お疲れ。そう、なんかそうですね、薄、なんかあの薄めだね。いつも、あとね、いつもはねマスカラをね 2種類やってて、あのボリュームとロングのやつ売ってるんだけど、今日はね1個しかやってないから、またそれもあるかも。割と薄めなの。咳止まんないの？それは辛いよね。私も謎の咳にあの悩まされたことあるもん、1ヶ月ぐらい。そう、チャレンジの日でしたね。あと前髪も今日はちょっと長い、最近長いからね、ちょっとね重くて、あの前髪が薄い時期を今過ごしてる だけどなんかライブとかは絶対こんなんじゃないかな。ちょっとあの逆に今がねちょっと見づらいかも。ゲロン。おふくろっていい？大学生になった？ああ、おめでとう。おめでとう。大学すごい楽しんでね。大学一番みんな楽しいって言ってるかどうか。風流行ってんの？マジ？やだ。なんか昨日ね、若干、え、喉ワンチャンって思ったけど、治った。治りました。まいちゃん、ありがとう。見たよ、ちゃんと。今日雪降ってた。え、寒い。大学2年生になれました？おめでとう。おめでとう。イエイイエイ。そう、危ないよね。今日の雪好き？なんか前髪、いつもすぐ治る。そう、治る。龍角散舐めたよ。治ったかも。やっほー。23日夜勤明けに話してきてください。ありがとう、みっちゃん。楽しもうね、一緒に。おまめちゃん、ありがとう。お話し会来てくれるの楽しみ。りさも早く話そうね。まあ、あと可愛い。ありがとう。前髪いい感じ。え、なんかさ、雰囲気変わるくない？なんかこの薄めだと流行ってるんだよね、今流行りに乗るの遅れてるけどさ。でもさ、もともと重いからさ、前髪が、あのこっちに寄せてるんだよ。ほんとここを寄せてる。薄めの方がに、え、嘘？マジ？いや、なんだろう、私服だからじゃない？マート結婚してよろしく。ありがとう。ティオさん、こんばんは。こんばんは。でもパッツンだよ、俺さ、ずっとね。本当に長いからさ。うさぎ可愛かった。ありがとう。今日過去最上級買ってきた。ありがとう、としひろ。憧れてパッツンにしてる？でさ、パッツンには変わりないね、やっぱ。そう。周平、こんばんは。ゴールデンウィーク話せるのさ、し、楽しみだね。イエイ。じゃあ、もう結婚してよろしく。ありがとう。